小豆島。小豆島は、瀬戸内海、張り真灘にある島。行政区分は、香川県小豆郡に属し、小豆島町、都の省庁の2町からなり、人口は28,764人、2016年度、推計。近年、人口が減少の一途をたどっており、2013年6月24日に、隣接する中止島と合わせて、国土交通省より、 離島振興法の指定を受けた。離島振興法の活用で、今後10年間の人口減少率を10%以内に抑えることを目指す。古代には、小豆島と呼ばれ、その後中世までは、塩津島と呼ばれた。そうめん、醤油、つくだに、ごま油、オリーブなどの生産が盛んであり、いずれも日本有数の生産地となっている。特にオリーブは、 国内栽培の発祥地として広く知られる。また、小説24の瞳の作者、坪井久ひの故郷としても知られ、小豆島をロケ地として、同小説はこれまで2回映画化された。小豆島は、香川県の県庁所在地高松市の約 20km 北東沖に位置し、同県最大の島である。瀬戸内海では、淡路島に次いで2番目の面積で、 日本の島においては19番目の大きさである。横に向いた牛が西を見ているような特徴的な形で、海岸線は変化に富み、多数の半島と入り江がある。南側には池田湾、内海湾がある。温暖な瀬戸内海式気候を生かし、オリーブやみかん、スモモなどの栽培が行われている。本州島、四国島から橋梁、 トンネルなどでつながっていない火橋の島としては、瀬戸内海で最大の人口を有する島である。また、2013年現在まで空路が存在しないため、船でしか渡れない離島としては、日本国内で最大の人口を有する島である。1日に発着するフェリーの本数は、日本有数の数を誇る。2013年6月23日までは、 面積1 0 0キロメートル以上の非可共有人島、北方四島を除くとしては、沖縄県の離島振興も含め離島振興法などの、いずれの振興法も指定を受けていない日本で、唯一の例だった。同年6月24日から、国土交通省よりの離島振興法の指定を受けた。離島振興法を活用することにより、2023年までの人口減少率を10%以内に抑えることを、 目指している。島の中心部には、瀬戸内海の島で一番高い山である星が白。星が上817メートルがあり、瀬戸大橋と大なる飛ばし、明石海峡大橋を同時に見渡せる。寒河系をはじめとする渓谷、自然が瀬戸内海国立公園に指定されている。ギネスブック認定の世界で最も幅の狭い土淵海峡がある。 このため正確には二つの島であるが、古くから橋で陸続きであり、慣例的に一つの地域として扱われている。特に区別する際には、小さい方の島、海峡を挟んで、西側の島を前島と個こ,こともある。この島の生物省は、天然の博物館と呼ばれるほど、生物の種類に富んでいる。海底地形の理由から、電力の開通以来、 2016年4月の電力自由化の前は、全域が中国電力の供給区域となっていた。小土島で話される言葉は、サヌキ弁に分類され、倒産の言葉に近いとされるが、倒産では代表的なサヌキ弁、夜県、夜勤、イコールだからを用いないなど異なる面も多く、かつての地理的な影響から、髪型の方言、中国方言等の語彙等も多く見られる。 小豆島の島内でも地域により言葉が若干異なり、アクセントに関しても、旧池田町付近は高松式、旧内海町北部は観論寺式、南部は本島式、都の省庁は都の省式と差異がある。なお、塩戸、島は香川県主部も含め、書にアクセントを置いて発音されるように聞こえる。小豆島は古代からキビ国小島郡に属し、 木備国が分割された後も備前国に属すなど、中世までは本州側の行政区画に組み込まれていた。平安時代初期からは皇室の御領地となるが、1347年、上和三年にはそれまで南朝に降応して島を支配していた、アイラ愛良タネが細川諸氏の攻めによって倒され、因後島は細川氏領となり、皇室領は解体された。またこの細川氏は、 サヌキ国守護であり、この時から政治的な支配者という側面では、本州側の手を離れ、四国側に移っている。実質的にはこの時、1347年、上和三年から小豆島は、サヌキ国へと所属が変わっているが、所管などに見られる名称に、サヌキ国あるいは、三州という故障は定着せず、依然として、微戦国という故障が用いられていた。このような状態は、 時代が下って1689年、元六二年の文書まで見られたが、以降法永年間からはようやく、佐抜国あるいは、三州という故称が定着し、美仙国という表示は行われなくなった。小戸島は大阪伊勢における海上交通の要少地であるため、1585年、天正13年に、豊臣秀吉の蔵入地、直轄領、 後の天領になって以降、その重要性から時の中央政権が直接、領有する時代が続いた。江戸時代初期までの間は、小豆島が4つの省に分かれたうち、池田地区は、池田総、池田豪となる。その後、小図群の内東部三里、草科部、福田、大部は、江戸幕府直轄領、倉敷大官所管轄とて、池田地区とも幕府の天領地となる。 西部六号は津山藩領として統治された。また天保年間、池田号は津山藩の領地となる。明治初期には、廃藩地県により小豆島は倉敷県に属したが、その後香川県に属する。一時香川県が東廃合を繰り返したため、明東県、愛媛県と所属を香川県と一にするが、最終的には香川県となる。現在も都の省庁が、 津山市と歴史友好都市交流を行うのをはじめ、香川県はもとより、岡山県側の玉野市、倉敷市、備前市、兵庫県赤尾市、姫路市などとの結びつきも深い。近世、近代、現代、小豆島は全域が香川県小豆郡に属し、都の省庁と小豆島町の2町がそれぞれ存在する。人口、面積とも最大は小豆島町であるが、 島の玄関口であり多くの商業施設や県、出先機関が所在するのは、都の省庁ある。また、都の省庁は、小豆島本体以外に、都島も町域に含んでいる。小豆島町は、平成の大合併によって、池田町と内海町が合併して新設されたもので、それまでは、半世紀にわたって、長らく山頂体制が続いていた。平成の大合併では、 都の省庁も含めた3頂で合併協議会が進行していたが、町役場の位置をめぐって、都の省庁と残り2丁が対立し、最終的に都の省庁が離脱した。当初地域であるが3万人近い人口を要しており、都の省町を中心にある程度チェーン店が立地している。コンビニエンスストアは2013年7月現在セブンイレブンが6店舗営業している。 島内ではこのほか、ファミリーレストラン1軒、1時までが深夜営業を行っている。1979年1月にはモスバーガー小豆島店が同社の100店舗目として全国でも比較的早期に開店したが2001年以降に閉店している。島内の金融機関は香川県系の銀行と各郵便局にある郵貯銀行が存在する。 2013年まではサンクスがコンビニとして営業していたもののコンビニ ATM がなかったため、島内における時間外引き出しは不可能であった。2013年3月8日にセブンイレブンが開業するのに伴い、セブン銀行の ATM、現金自動預け払い機も設置され、この状態は解消された。郵便局における土日宿の ATM 取扱いは、都の省郵便局のみ、 1974年7月と1976年9月に記録的な集中豪雨を記録し、島内にある産地が崩壊。1974年には死者29名、前半海家屋128個。1976年には死者39名、前半海家屋406個を記録した。その中で1976年の災害は、島内のいくつかの産地が崩壊し、 山陸の戦場地に位置していた島の西側に位置する、石場、東側に位置する小戸島町、旧内海町立花地区などの集落は、土石流の直撃を受けたところが多く、惨憺な状況であった。石場地区では、土石流が流下し、家屋を押し潰していき、海岸沿いの道路は寸断され、田畑などの農作物が、まさ、河口岩砂によって影響が出た。また、立花地区では、 背後の山地に崩壊地が多発し、土石流が川を伝っていき、勢いを増した水が鉄砲水となって流下し、線場地上の集落を襲った。災害後は、山腹崩壊を生じた部分に、砂防工事が行われ、コンクリート園庭が構築された。車両乗船可能なフェリーを運行している。便数は、四国側の高松港へ発着するものが最も多く、また運行時間も、 長いなど小豆島から行き来する際に利便性が高い。その他、本州側からは、岡山港、日生港、宇野港、姫路港、神戸港からのフェリーが現在運行している。また、瀬戸内国際芸術祭、トリエンナーレ期間中は、直島、犬島、豊島など、その他の島し部への臨時便が出る。太との会社は、旅客専用の高速船の運行もある。 運賃は大人一人当たりの片道旅客運賃。なおかつては、小戸島バスも路線を引いていたが、後観光バスのみになり、現在は撤退している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。